さあ皆さん、長文読解の授業がやってまいりました。皆さん、以前からお伝えさせていただいていることなんですが、皆さん、大切なのは、皆さん、言い換えを探すことですからね。長文読解では言い換えが重要というところです。そして、その言い換えはじゃあ、どっから見つかるんですかって言われたら、皆さん、一文の後半。後半をしっかり見てくださいね。そして、それをもう少し詳しく言うと、このあたりですね。そして、さらに、このあたり。このあたりをしっかり見ていただきますとヒント、見つけやすくなりますので、この後実演に行きます。さあ皆さん、龍谷大学行ってみたいと思います。本日扱う長文でございますが、南陽一問題。皆さん、5問中3問を一緒に学習することによってですね、次につながるかと思いますので、よろしくお願いいたします。サメさん第一段落でございます。皆さん注釈がついておりまして、対比、上層するということですね。皆さんこれを踏まえて今皆さん問いの一番見えてるかと思いますので皆さんも考えていただいて OK です。で、皆さんおそらくこの下線部引っ張ったところと一致しない選択肢が見つかってるかと思います。もちろん正解は2番ですよね。実はプリファー A to B ということで、実はフライド X とチキンスープを比較しておりますが、実はこのあたりですね、特に比較しているところはないので、一致しないと考えて2番が正解ということでよろしいかと思います。で、皆さん根拠にした文章ですが、もちろんここですよね。で、もちろん前置詞 with の右側ということで情報構造バッチリです。さあ皆さん、続いて第2段落でございます。皆さん注釈ついておりましてですね、履修単位ということでございます。これで一読をしていただいた後ですね、今度皆さん選択肢4つありますが、一致するものを1つ選んでいただけるとよろしいかと思います。で、皆さんヒントになりそうなところに線を引っ張ってみました。これでどうでしょうかね。もちろん正解は1番ということでよろしいかと思います。皆さん本文確認いたしますが、エコフレンドリーファーミングですね。これが皆さん環境に優しい農業ということでよろしいかと思います。そして using the least amount of fuel ですね。ほとんど燃料を使わないということでございます。これがだから、これですよね。燃料の消費をできるだけ抑えようとするというところで皆さん合致いたしますので、一番正解ということでよろしいかと思います。で、皆さんヒントとしたところはこちらでよろしいかと思いますが、もちろん前置詞の右側ということで情報構造バッチリです。サミさん、次の段落でございます。ひとまず一読をお願いいたします。サミさん、この段落とですね、合致するものを4つの選択肢の中から選ぶんですが、皆さん、ちょっと画面になかなか全部入らないので、ちょっとずついきたいと思います。まず、丸1番と丸2番ですね。これが本文と合ってるかどうかを考えていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、まず、丸一番でございますが、後半ですよね。on the old campus of the small college ということですが、本文中、このあたりに該当するかと思います。で、皆さん、見比べていただけると、わかりそうですね。こちら、皆さん、next to ですからね、隣としっかり書いておりますので、選択肢1番、on the old campus ではないですよね。そして皆さん選択肢の2番ですが、もう出だしですね。Instead of Learning Crop ということですが、皆さんもしこれが正解だとするとですね、学習、Instead of 学習しないということですよね。じゃあ学習しないかというと、皆さんこうですね、Learning Theory…ということでございますので、しっかり学習しておりますので、選択肢の2番は出だしの Instead of のところが×ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて選択肢3番、4番。このどっちかが正解ですよね。で、皆さん、先に4番いきますが、後半の about the social and cultural importance…ですが、これはここに書いてあるんですね。ですから皆さん、この文章中読んでいただけますと、どうでしょうか。4番、後半は書いてあるんですが、皆さん、このあたりですよね、前半。Let people know ということで、人々に知らせる、まあ、必要性があるということですが、さすがにそれは書いていないかと思います。
ということで皆さん正解は3番ということでよろしいかと思います。皆さんこれ本部のこの辺りですかね、アクチュアリスイングザアプリケーションズディレクトリー、これが皆さん選択肢の3番のこの中盤ですよね、合致しますよね。で皆さん選択肢3番後半のセオリーズですよね。セオリーのお話はしっかりこちらに書かれておりまして、そして皆さん、various 様々なということですが、皆さんこれを音以下ですね、読んでいただけますと、確かに様々なお話が書かれておりますので、3番バッチリということでよろしいかと思います。で、皆さん答えの根拠となったところですが、例えばこれだったら左側、learn ですね。一般動詞の右側。そして皆さん、このあたりであれば、be 動詞がありますよね。B 動詞の右側ということで情報構造バッチリです。サムさんお疲れ様でございました。さあ内容1問で3題ご紹介いたしましたが、さあこういう感じでですねやっていただけると問題はないかと思います。でもちろん内容1問題だけじゃなくっていろんな設問形式あるんですが、おおむねやっぱりですね龍谷大学の過去問で皆さん頑張っていただくかと思いますが、レベルのことを考えるとですねやはりこのレベルですよね。カンカン同立大学の過去問でも練習することによって試験当日、龍谷大学を簡単にですね感じることができるかと思いますので、それでそのあたりですね、頑張っていただけるとよろしいかと思います。ということで明日以降もよろしくお願いいたします。